貧乏人に渡すプレゼントなんてないわよ。さっさと帰って。私たちは義士の恵子さんの言っている言葉が理解できなかった。恵子さんはブツブツと今までの文句を口にしている。どうやら彼女が娘のミサに渡す分のプレゼントを隠したようだ。今まで隣の部屋にいたのはギリギリになってプレゼントを隠しに行ったからだという。恵子さんはミサが用意したプレゼントを娘の手から勢いよく奪い取る。舐め回すかのようにプレゼントを確認した後、プレゼントを床に投げつけた。こんな貧相なものをプレゼントなわけがないじゃない。こんなものを渡してくる人は家族じゃないわ。帰って。どうやら自分が指定したブランド物ではなかったことが気に食わなかったようだ。床にはミサが一つ一つ選んだイヤリングが散らばっている。プレゼント交換に参加した子供たちは拾ってくれているが、ミサは目の前で起きたことが理解できていないのか固まってしまった。徐々に状況を認識したのか、みるみるうちにミサの目に涙が浮かんだ。まだ13歳の中学生だ。泣き出してしまうのも無理はない。そんなミサを見て、恵子さんは勝ち誇った顔をした。遅れて義母も部屋に入り、泣き崩れているミサを笑い飛ばしている。この隙を利用するかのように、恵子さんは私たちを罵り続けた。しかし、それも長くは続かなかった。私は桑原美春。パートの仕事をしながら、一人娘のミサを育て、もうすぐ50代に突入する。ミサは私が35歳の頃に出産し、今年で13歳になる。私には健吾という1歳年上の旦那がいるが、ミサは健吾との間にできた娘ではない。私は健吾と結婚する前、別の人と結婚していた。ミサはその夫との間の娘である。マナ娘にも恵まれ、三人で幸せに生活していたが、その生活も長くは続かなかった。元夫が交通事故で亡くなったのだ。当時ミサはまだ3歳。元夫の記憶はあまりないそうだ。私も亡くなってすぐは悲しみに暮れていたが、ミサまで失うわけにはいかない。シングルマザーとしてミサを育てる決意をした。そのためにはお金が必要だ。それからは子育てをしつつ、パートの仕事に明け暮れる日々を送った。パート先に移動してきた健吾と出会ったのは、決意してから2年後の春だった。当時、シングルマザーであるがゆえに、幼稚園のお迎えなどで社員に迷惑をかけてしまうこともあった。その度に、健吾は細かいサポートをしてくれたのだ。そんな心優しい健吾に惹かれ、私たちは交際を開始した。最初は初めての大人の男性ということもあり、ミサも緊張していた。彼にもそれは伝わり、まずは父親ではなく、友達のようにミサと接してくれた。ミサにも健吾の優しさが伝わったのだろう。少しずつ彼女も健吾に懐いていった。健吾のことをお父さんと呼ぶようになり、心の底から嬉しそうな顔をしていたことをよく覚えている。交際中、健吾は自分に生殖能力がないことを告白してくれた。俺はミサちゃんを本当の娘だと思っている。俺と美春の間に子供はできないけれど、それでも俺は、美春とミサちゃんと一緒に暮らしていきたい。健吾にとっては、子供ができないことをとても引け目に感じていたのであろう。しかし、ミサにたくさんの愛情を注いでくれていた事実は変わらない。ミサが体調を崩したとき、わざわざ駆けつけて看病してくれたこともある。私にとって、健吾に生殖能力がないことは、別れる理由にはならなかった。この目で、
本物の娘のようにミサに接してくれている姿を見て、この人と別れる選択肢はなかった。甘やかすだけではなく、大切な時には叱ってくれる。本当にミサのことを思ってくれているのが日頃から伝わってきていた。私たちはしっかり話し合い、今目の前の幸せを大切にしようという結論になった。打ち明けてくれてから、ケンゴは今まで以上に私とミサのことを大切にしてくれるようになった。同棲をはじめ、ミサが8歳の時に私たちは結婚。ギフは私たちの結婚を心よく受け入れてくれた。ギフもミサのことを血のつながった実の孫のように可愛がってくれている。ミサもそんなギフに懐き、私たちはギフとは良好な関係を築くことができた。しかし、義母は私を金目当てで息子をたぶらかした女だと認識した。義実家への帰省など顔を合わせるタイミングでは何か問題があるとすべて私のせいにしてくる。お皿の枚数が足りないのも私が悪い。たった少しの埃を見つけては私が掃除を怠っているなど言われたことをあげればキリがない。その上、私を罵るのは義母だけではなかった。健吾には恵子さんという2歳年上の姉がいる。恵子さんも結婚しており、高校生から中学生の3人の娘を持つ主婦だ。娘さんたちは全員穏やかな性格で旦那さんによく似ている。彼女は義実家から歩いて10分程度の距離に住んでいたため、子供たちを連れてよく義実家に遊びに来ていた。私たちは電車を乗り継いで片道2時間ほどかかるため、夏休みや正月などだけ帰省していた。そのため、定期的に恵子さんたちとは会うことがある。恵子さんは自分が一番でないと気が済まない性格だ。義母と一緒に私をいびったり、毎回新作のブランドバッグを見せつけるなどマウントを取ってくる。私たちはそこまで裕福ではないので、これが精一杯です。私の実家は北海道で、今住んでいる千葉からは距離がある。こまめに連絡も取っていないので、金銭的な援助も受けられない。私もパートで働いているが、ブランド品を買うほどの余裕はなかった。それを知っていて、見せつけてくるのだ。恵子さんも私と同じパートだが、旦那さんの収入がいいのだろうか。服もバッグも市販のものなんて使えないわ。ちゃんとしたブランドのものを揃えるべきなのよ。今日の服は合計で100万円くらいかしら。恵子さんの子供たちは市販の服を着ていたので、あくまで自分を着飾れたら満足なのだろう。私は自分にお金を使うより、ミサがより幸せになれる使い方をしたい。考え方の違いも大きいだろう。そんな義母と恵子さんに私は嫌気がさしていた。ミサも義母と恵子さんにはあまりいい印象を持っていないようだった。ミサはお部屋で動画見てるからね、と顔を合わせると隠れてしまう。まだ子供なのに大人のいざこざに娘を巻き込んでしまって申し訳ない。二人ともいつもいろいろ言ってきてるよな。申し訳ない。昔からいつもそうなんだ。俺も親父も美晴の味方だからな。特に義父は昔から恵子さんのマウント癖をあまりよく思っていないらしい。何かあると義父が間に入って取り持ってくれていた。ケンゴも小さい頃よく恵子さんに好きなお菓子を食べられたなどいい思い出がないらしい。二人とも成人し、ケンゴは実家を出てから帰省もあまりしていなかった。そのため最近まで関わることはほとんどなかったようだ。私と結婚して孫に会わせるために顔を出す程度。
恵子さんと話をしている姿はあまり見かけない。しかし、ミサと恵子さんの子供たちは仲がいい。大人の事情で子供たちの仲を引き離してしまうのはかわいそうだ。健吾や義父の協力のもと、私と恵子さんは適度な距離感を保っていた。幸いにも家まで来られることは今までなかった。年に数回会うときに私が我慢すればすべて丸く収まっている。ミサが大きくなれば会うことも減ると思うの。それまであと少しの辛抱だよ。私は大丈夫。健吾にそう言いながら私は自分に言い聞かせていた。街にイルミネーションの光が灯り始めたある日、義実家でクリスマスパーティーをするという連絡があった。義父が気を使ってくれてミサを招待してくれたのだ。主催者は恵子さんらしいが、義父も協力しているという。当然ミサは行きたいと言っている。ミサはまだ13歳だ。学校にも徒歩通学で電車に乗り慣れていないのに、一人で片道2時間の義実家に行かせるのは危険がある。パーティー当日は日曜日で、私も健吾も仕事はお休みだ。私たちはミサを連れて義実家へ向かうことにした。クリスマスパーティーといえば、プレゼント交換がつきものだろう。あまり高価なものは出せないが、私たちはプレゼントを用意することにした。それを聞きつけた恵子さんは、プレゼントを勝手に指定してきた。招待状と一緒にプレゼントリストも送られてきている。中身を確認すると、高級ブランドのネックレスや化粧品など、子供が使うとは思えないものが書き連ねられていた。どれもこれも、すべて 1.5 万円を超えるものである。子供たちのプレゼント交換を何だと思ってるのだろうか。恵子さんの子供たちがブランド物を身につけている姿を見たことはなかった。つまりこれは、子供たちの欲しいものリストではなく、自分が欲しいものリストなのだろう。私たちは指定を無視して、ミサにプレゼントを選んでもらった。ミサは一回の買い物では選びきれず、何回もプレゼントを買いに回る。その度に選択肢が増えて、楽しそうにしているミサを微笑ましく見守っていた。最終的にイヤリングと消しゴム、合わせて3000円分のプレゼントとなった。クリスマスパーティーの日をミサは指折り数える。せっかくのパーティーだ、揉め事を起こさないように、私たちは最大限の注意を払うことにした。そして迎えた当日。恵子さんの子供たちは前日から泊まり込みで飾り付けをしたそうだ。クリスマスらしい豪華なケーキやローストチキンなどは、もともと調理師だった義父の手作りらしい。子供たちだけで楽しんでもらいたいということで、大人はあまり部屋に集まらないようにしていた。義実家はリビングの隣に和室があり、奥には健吾の子供部屋だった小部屋がある構造だ。リビングでクリスマスパーティーを行っている間、大人たちは小部屋でお酒を飲み交わしていた。恵子さんの旦那さんは仕事が忙しいらしく出席できなかった。リビングの声は部屋からでも少し聞こえる。楽しそうな声が響く中、大人たちもたわいもない世間話をしていた。恵子さんは私と顔を合わせたくないのだろう。豪華な食事があった時は部屋にいたが、今は見当たらない。私としてもあえて顔を合わせたりしたくないから好都合だ。パーティーも終盤に差し掛かり、プレゼント交換をする時間になったようだ。私の分のプレゼント、受け取ってほしいな。ミサはプレゼントを両手で抱え、恵子さんの娘さんに差し出した。彼女たちは嬉しそうな顔でプレゼントを受け取っている。あのプレゼントを指定してきたのは恵子さんだけで、娘さんたちは関わっていないのだろう。子供に向けて渡すプレゼントだ。
実際の子供に選ばせて正解だった。交換は音楽をかけ、止まった時に持っていたものがその人の手に渡る昔ながらのやり方で行うようだ。娘さんたちも交換会を楽しもうとしていたが、プレゼントの数が足りない。恵子さんの子供たちは一人一個用意したのにおかしいと首をかしげる。私もプレゼント探しに駆り出された。食べかけのお菓子や遊びに使ったおもちゃが床には散乱している。きっとどこかに紛れてしまったのだろう。そう思い探し始めたものの、部屋のどこを探してもプレゼントが一個足りない。間違って捨ててしまったのだろうか。そんな時、どこかに姿を消していた恵子さんがリビングに入ってきた。ミサを見て、恵子さんは突然怒鳴り始める。貧乏人に渡すプレゼントなんてないわよ。さっさと帰って。私たちは恵子さんの言っている言葉が理解できなかった。恵子さんはブツブツと今までの文句を口にしている。どうやら恵子さんがミサに渡す分のプレゼントを隠したようだ。今まで隣の部屋にいたのはギリギリになってプレゼントを隠しに行ったからだという。恵子さんはミサが用意したプレゼントを娘の手から勢いよく奪い取る。舐め回すかのようにプレゼントを確認した後、プレゼントを床に投げつけた。こんな貧相なものをプレゼントなわけがないじゃない。こんなものを渡してくる人は家族じゃないわ。帰って。どうやら自分が指定したブランドものではなかったことが気に食わなかったようだ。床にはミサが一つ一つ選んだイヤリングが散らばっている。子供たちは拾ってくれているが、ミサは目の前で起きたことが理解できていないのか固まってしまった。徐々に状況を認識したのか、みるみるうちにミサの目に涙が浮かんだ。まだ13歳の中学生だ。泣き出してしまうのも無理はない。そんなミサを見て、恵子さんは勝ち誇った顔をした。遅れて義母も部屋に入り、泣き崩れているミサを笑い飛ばしている。この隙を利用するかのように、恵子さんは私たちを罵り続けた。しかし、それも長くは続かなかった。帰るのはお前だ、恵子。隣の部屋から義父が慌てて駆けつけてくれたのだ。ミサの涙を拭いながら恵子さんに怒鳴り始める。義父は温厚な性格で、怒鳴るところだけではなくイライラしている姿も見たことがない。そんな義父が鬼のような表情で怒鳴り始めたのだ。恵子さんだけではなく、先ほどまで一緒にけなしてきていた義母まで口を閉じた。お父さん、もしかして聞いていたの？子供たちとプレゼントを一緒に探していたのは私だけだった。義父はお酒に弱いので酔っていて見ていないと思っていたのだろう。義父と健吾はすべてのやりとりを見ていた。実はお酒を飲んでいたのは義母と恵子さんだけで、義父と健吾が飲んでいたのはノンアルコールビールだったのだ。私がプレゼント探しに奔走している間、健吾は恵子さんにブランド物を持ってくることを指定されたということを義父に伝えていた。さすがの義父もそれは許してはいけないということでタイミングを見計らっていたのである。それだけではない。恵子さんの子供たちもミサを慰め始めた。あんたたち何してるの？貧乏が映るわよ。恵子さんは焦った声でミサから離れるように子供たちを説得している。子供たちは恵子さんの説得を聞いていない。慌てて義母も一緒になって子供たちに声をかけているが、全員ミサの方を向いている。誰一人として振り返ることはなかった。まるで二人の行動は間違っていると行動で表しているかのようだった。どうやら子供たちはいつでも自分たちの味方だと二人は思っていたらしい。義母と恵子さんはそんな子供たちの姿を見てたじろいでいる。
いつまでブランド物を欲しがるんだ。もうお前はただの主婦なんだぞ。驚く私に子供たちを別部屋に移動させた義父は昔話をしてくれた。どうやら昔から恵子さんには浪費癖があったという。恵子さんは大学生の頃、遊ぶ金欲しさにキャバクラで働き始めたらしい。コンビニのバイトなどとは違い、キャバクラの給料は高額だ。高校を卒業したての女の子が大金を手にして浮かれてしまうのも理解できる。それに店ではドレスやバッグなどブランド物を身につける必要がある。キャバクラで働いては新作のブランドバッグを買い、お金が足りなくなったらシフトを増やす。そんな生活を3年間続けた。しかし大学3年生になり退職することになったという。原因は義父にキャバクラで働いていることがバレてしまったからだ。恵子さんは隠れて働き続けようとしたそうだが、家を追い出す宣言をされたため諦めたそうだ。義父が恵子さんを怒鳴ったのは過去にその1回だけだという。退職後はスーパーのレジ打ちのバイトを行い、就職活動の末一般企業の OL になった。そこで出会った今の旦那さんと結婚し、ことぶき退社。退社してからもブランド物を買う生活からは抜け出せていないそうだ。そんな恵子さんのことを旦那さんはよく叱っているという。自分で買えないものは身の丈に合っていないものということだ。他人に買わせるんじゃない。私たちに指定してきたプレゼントは全部恵子さんの買いたかったものだった。プレゼントなんてそういうものでしょ。何が悪いのよ。負けじと恵子さんも息を荒げながら言い返している。恵子、お前は今自分のパート代だけで生活してるよな。なのにそんなにも多くのブランド品を買えるのか。それはちゃんとシフト増やしてるのよ。全部自分のパート代で買ったものだわ。痛いところを突かれたというように少し反応が鈍る。義父はその揺らぎを見逃さなかった。じゃあこれは何なんだ。義父は携帯を取り出し、私たちにとある画面を見せてくれた。そこには民間金融機関からの借金の合計金額が記載されていた。なんでこれを持ってるの。お母さんの部屋に置いてあるのを見かけた。これ以上の証拠はないだろう。恵子さんは口ごもりうつむいている。クリスマスパーティーという空気ではなくなってしまった。その日は私たちがいては邪魔だということでお開きとなった。子供にとってはあまり思い出したくないクリスマスになってしまっただろう。ミサの好きなぬいぐるみを買って帰り、家族3人でホームパーティーを仕切り直すことにした。それから3ヶ月後、義父から連絡が入った。恵子さんが離婚したそうだ。恵子さんの元旦那は借金までしていたことを知らなかった。義父経由で借金の存在を知り、慌てて身辺調査を行ったらしい。驚くことに、恵子さんは子供たちの学資保険を解約していたそうだ。そしてそのお金もすべてブランド品に費やしていた。元旦那は当然許すことができず離婚を選択した。恵子さんは義母を連れて元旦那の実家に突撃したという。しかしそれも逆効果となり絶縁を言い渡された。あのクリスマス以来、子供たちも恵子さんと一線を引いていたそうだ。幸いなことに全員親権を選べる15歳を超えていたので、全員が父親を選んだと話してくれた。恵子さんは元旦那から慰謝料と養育費の請求もされている。その支払いも滞っているそうだが、元旦那さんの方は仕事の稼ぎがあるので、子育て自体のお金には困っていない。しかし、男で一つで子供3人を育てることはなかなか大変だという。
結婚している時から仕事が忙しく、家を空けがちだった。クリスマスパーティーにも来られなかったのはそのためだ。俺、みんなの勉強見ようか？今会社でオンライン授業の研究をしているところだし、ちょうどいいんだ。もともと健吾は子供が大好きだ。子供たちも健吾に懐いていて、義実家にいる時に勉強を教えることもあった。ミサをかばってくれたという恩もある。正式に元旦那から依頼があり、健吾は時々子供たちの勉強をオンラインで見ることになった。もう離婚して半年も経つのに、姉さんからたまに嫌味が綴られた連絡が届くんだ。一方、恵子さんは責任転嫁して健吾や子供たちを罵り続けたらしい。私が育ててやったのに、なんて親不孝な娘たちなんだよ。せっかく優しく育ててあげたのに、あの子たちはきっと後悔するわ。離婚なんてもってのほかよ。恵子さんは離婚後、実家に帰ったらしい。それからというもの、気性が荒い恵子さんのことを義母は何があっても味方をしていた。義父はそんな義母の様子に疑問を持ち始めたという。恵子さんのことを叱ることも多々あった義母が、今は全部肯定している。今の義母は誰が見ても違和感があるだろう。義父が隠れて義母のことも調査し始めると、決定的な証拠が見つかったという。義父から確認してほしいという依頼があり、私たちはクリスマスパーティーぶりに義実家を訪れた。私も健吾も義実家からは距離を置いていた。義父が定期的に私たちの家に来てくれたために行く理由がなかったからである。二人はいつも決まって同じ時間に買い物へ出かけるそうだ。ちょうど私たちが到着した時、二人は席を外していた。あの日は華やかに飾り付けられていたリビングを義父の分の食器だけ置かれており、物悲しい雰囲気を放っている。一つ一つに目を通すと、そこには義父名義での借金が記載されている。これって義父が借金をする必要も理由もない。驚きながら全てに目を通し切った時、玄関の開く音がした。私たちの靴が置いてあるのを見たのだろう。二人が慌てて部屋に飛び込んできた。あんたたち、なんでここに？肩で息をしながら、恵子さんは健吾に詰め寄った。恵子、これは何なんだ？俺はこんな借金をした覚えはない。義父は冷静に健吾から恵子さんを引き剥がし、髪を突きつけた。それは、恵子さんが自分名義では借りることができなくなったために、義父名義で借りてきた借金の明細だった。それにこれは、母さんの名義じゃないか。なんと、恵子さんだけではなく、義母も借金をしていたのだ。どうやら義母は、お互いの老後のためにと貯金していた資産を、恵子さんとの豪遊に使い込んでいたらしい。義父は倹約家で、貯金が趣味のような人だ。老後穏やかに暮らせるようにと、会社員時代からの貯金を合わせると6000万円ほどの資産を持っていた。しかしそれを二人は3年で使い切ってしまったという。それだけでは足りず、二人は借金を繰り返した。結果として7300万円にも借金は膨れ上がっていた。仕方ないじゃない、養育費も払わないといけないストレスが溜まっていたのよ。そうよ、元を正せば離婚したあの人が悪いのよ。責任をなすりつけるな。自分の欲求を抑えられないお前たちに責任がある。その後も恵子さんと義母は見苦しい言い訳を続けていた。元旦那が悪い、娘が悪い、義父が悪い。どこからそんな人のせいにできる発想が生まれるのだろうか。そのすべてを義父は正論で跳ねよけ、ついに二人は黙り込む。
すべてを終わりにするかのように、義父は離婚届を突き出した。お前と籍を入れたことは、俺にとっての一生の恥だ。恵子は、俺の娘じゃない。義父の蘭が記入済みの離婚届を見て、義母は慌てて謝罪し始める。涙を流しながら、義母は土下座を始めた。それでも恵子さんは眺めるだけで、謝罪も何もしない。義母は恵子さんにも謝罪するように言い始めたが、謝罪したくない恵子さんと言い合いになっている。もう何も言うことはないと、義父はその場を立ち去った。あんたたち何ぼさっとしてるの？さっさとお父さん呼び戻してよ。義父がいなくなってから恵子さんは慌て始める。すべて口だけで行動されるとは思っていなかったようだ。今さら俺たちに取り入るのか？あれだけのことをしておいて。もう俺たちとも関わらないでくれ。これ以上この場にいてもいいことはないだろう。私たちも義実家を後にした。その日の夜、リビングでくつろいでいるとインターホンが鳴り響いた。夜も22時を回った頃だ。来訪者としては非常識な時間である。モニターを確認すると恵子さんが映っていた。健吾が対応すると言ったので、私はリビングから様子を見守ることにした。こんな時間になんだよ。種なしの弟のくせに生意気なのよ。さっさと私を入れなさい。どうやら私たちが帰った後、義母と恵子さんはこれ以上ないくらい喧嘩をしたらしい。そして恵子さんは家を追い出されたそうだ。元夫の家に行くが当然門前払いされた。ホテルに泊まるお金も惜しいということで、私たちの家に転がり込む気で来たようだ。冗談じゃない。今すぐ帰らないなら警察を呼ぶからな。親族なんだからいいでしょ？さっさと私を入れなさい。健吾の勧告も聞かず、大声で騒ぎ続ける。近所迷惑だと注意しても、恵子さんはさらにヒートアップしてしまう。帰る気配もないため、言った通り警察を呼んで恵子さんを追い返すことになった。なんであんたたちだけが幸せになってるのよ。絶対に許さないからな。警察に連行されながら彼女は捨て台詞を吐いた。健吾も私も元旦那さんも最初は恵子さんに歩み寄ろうと頑張っていた。それをすべて壊してしまったのは彼女自身である。恵子さんも50歳を目の前に、今さら性格も変えられないのだろう。お金も家族もすべて失ってしまい、取り返しがつかないところに来てしまったことが受け入れられないようだ。その後、義父からお礼の連絡とともに二人についての報告があった。どうやら義母と恵子さんはお互いに責任を押し付け合ったらしい。結果的にどちらとも絶縁したらしい。お互いに自分名義の借金を抱えていたため、二人とも貧困生活を送っているという。義母はすぐに義父に慰謝料を支払ったそうだが、そんな大金をすぐに用意できるつてなど義母にあるわけもない。義母は新たに借金をして返済したのだろうということだ。幸いなことに、義父名義で勝手に借りられていた借金は慰謝料で賄える範囲だった。義父は新居を借り、タクシードライバーとして老後のための資金作りに励んでいるという。恵子さんの子供たちは離婚後も義父との付き合いは続いているそうだ。あんなことがあったというのに慕ってくれる孫たちに感謝の気持ちでいっぱいだと義父は語った。そして、再び迎えたクリスマスの日。義父の新居で和気あいあいとミサたちはプレゼント交換をしている。中身はそれぞれが選んだものだ。ブランドものは一つもないけれど、
子供たちが笑顔で楽しめるプレゼントが一番なのだ。身の丈に合わないブランド物や大金は、こんなにも人の性格を変えてしまうのか。私は今回の一件でお金について改めて考え直させられた。ミサは今でも恵子さんの子供たちと仲良く過ごしている。子供たちが母親と同じ道を歩んでいかないことを陰ながら見守っている。